初めての全体練習ということですけれども、この日迎えていかがですか、お気持ちは。まあ、そうですね、まあ、既存の選手が中心ですけど、まあ、みんなと顔を合わせられて、久々に良かったです。21年、どんな年にしたいですか。まあ、やっぱり最大の目標である JFL 昇格、そしてその先 J3 に向けて、まあ、今年はチーム目標のために自分も精一杯頑張っていきたいと思っています。みんな昇格に向けて多分気合も入っていると思うし、1日目からいいトレーニングができたなって思ってます。運動量多く走って、相手よりも走って勝つ、走り勝つっていうのも自分の武器なんで、そこも出していければなって思ってます。毎年 JFL に上がれてない状況が続いてるので、今年こそは絶対 JFL 昇格しますっていうのを伝えたいですね。で、昨年のところは JFL 駆け上がるっていうところが目標でしたけども、やっぱりそこだけを目標にしてると、なんかちょっと不運なことであったりとか、月とかそういうのを、まあ、ちょっと抽象的ですけどもないと、通過するっていうのは難しいと思ってますので、本当に J3 まで見据えて、JFL でも勝ち上がるっていうところ、目標にしていけば、そういう年にしたいな。